者の地に古くから伝わる伝統と文化、地域活性化事業として伝統芸能の披露のイベントがありました。約450年の歴史を誇る踊りです。京舞の流れを汲み、大友宗麟公の時代に戦没した有志や農民の霊の供養として舞を納めたのが始まりとされる郷土芸能です。毎年8月に開催される津久見市最大のお祭りには、色鮮やかな扇子を手に約1000名の踊り子が華麗に舞います。今回は7名が参加してくれました。やろう姫は
ありがとうございました。皆さん大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。では早速お話伺ってもいいですか。津久見市に住んでいる社会人と高校生を中心に活動しています。では日頃はどんな活動をしているんでしょうか。今回のように他の地域でのイベントなどがあった時に声をかけていただいて、そちらの方に出向いて踊りを披露させてもらっています。扇子踊りは津久見市に古くから伝わる伝統芸能です。踊りとしては、静と動ですね、動きと止まるところ、あと優雅さとあと勇ましさとかもあって、こう相反するものが踊りの中にたくさんあります。でその、津久見市市民はみんな大好きなんですけど、その大好きな踊り、大切な扇子踊りを、大分県だけでなく全国に伝えていけるよう、私たち扇子踊り娘を頑張っていきたいと思います。